安倍ラジオ。今日もいい安倍で過ごしましょう。私が休日に出会った本。本日のテーマは、チームと共に育つキャプテン。紹介する書籍は、キャプテンという漫画です。私は文庫版で全15巻持っています。作者は千葉明夫さん。 出版社は修営者です。当時、大学生だった息子は、初めは自宅通学だったんですけれども、2年生から下宿住まいになりました。小離れしない親を見かねて出て行ったんだ、と夫は私に言うんですけれどもね。息子の部屋は漫画だらけで、 当時帰ってくるたんびに昔読んだ漫画を寝転んで何回も何回も繰り返し読んでいました。あれだけ読んでくれれば漫画がもう幸せだなって思うくらい何度も何度も読み返していたんです。もともと我が家は夫と私の二人の生活の時から夕歌資源ゴミの日に少年漫画雑誌やコミックが山ほど出るようなそういう家でした。 子供が加わってからは子供が買ってきた漫画も大人が買ってきた漫画も家族4人で読み回していました。すると昔読んだことがある少年誌の連載漫画を中学生の息子が単行本で買ってきたりすることになるわけです。キャプテン、修営者間もそんな漫画の一つで私もファンです。この漫画本には 息子に借りて読ませてもらっていた頃の私の思い出も詰まっているんです。看護師のキャプテンとしてスタッフの育て方に苦慮していた時期だったんです。お互いの持ち味を尊重すれば誰でもがいつかは育っていくって作者がマの中で呟いているように感じたんですよね。 作者の千葉明義は、明日のジョーの作者、千葉哲也さんの弟で、腎臓病で自宅療養中に漫画家の兄の仕事を手伝い、ゆっくりとしたデビューだったんです。そして、早くに亡くなりました。キャプテンとその続編であるプレイボーイ。あ、違った。 プレイボールでは小学館漫画賞を受賞しています。とかくスポーツ漫画というのはヒーローやヒロインを中心にそれを取り巻く人間模様を描くものだっていうのが私の中にあったんですけれど、この漫画はある中学校の野球部のキャプテンとして育っていく少年たちを4代にわたって書いているんです。 誰もがちょっとずつ欠点のある普通の少年で、彼らが新入部員として入部してからチームメンバーとして成長し、キャプテンとしての資質を持ち合わせているかどうか危ういままキャプテンとなり、さらに自分の持ち味を大切にしながら成長していくまでの様子が綴られています。あ、描かれています。ですね。 4人の少年のタイプも成長の仕方も実に様々です。最初のキャプテンの谷口くんは、はにが、はにかみ屋で決断力に欠けるんですけれども、努力でチームをまとめていきます。次のキャプテンの丸井くんは、キャプテンになった途端に得意げに怒鳴り散らしたりして、リコール騒ぎも起きるのですが、すぐに反省したりします。めげない。 感情的になる反面、情熱家で義理人情に熱いんです。続く3番目のキャプテンいがらくんは、1年生の時は先輩に生意気だと思われているんですけれども、野球センスの良さと苦さでリーダーシップを発揮し、チームが困難にぶつかるたんびごとに力を発揮していきます。4番目のキャプテン近藤くんは、 素質も馬力もあるんですけれど、ひたむきさに欠ける、ボンボンなんですね。子供っぽく自己中心的だったのですけれども、その天真爛漫さがチームを変え、メンバーが伸び伸びとしていきます。つまずいた時こそ彼らが成長するチャンスで、チームの揉め事の処理をめぐって悩み、決断し、 行動してみる姿が、当時病棟の市長だった私の姿と重なったんだと思います。そして、チームメイトが言いたいことを言い合い、時には誤解しながらも、キャプテンの欠点をカバーしていく姿が、当時の病棟メンバーの心意気と重なってしまい、思い出深く読んでいた。そういうことなんです。 私はその後別の病院で看護部長といういわば監督の立場からキャプテンやチームメンバーたちの成長を見守り気を揉んだり、えー、していました。まあ当時の私は時にはガッハハハ、時にはジーン、時にはシュン、そしてたまにはポロリと涙する人間臭さ丸出しの監督でした。 息子のいない休日に少し誇りのついたキャプテンを手に取り、まだ小離れの完了していなかった私は、この漫画を読みに帰ってくる彼は今何を考えているんだろうか、なんて思いながら、また闇、読み直していたのでした。本日のテーマは、チームと共に育つキャプテン。ご紹介する本は、漫画でキャプテン。 文庫版全15巻、千葉明夫さんの作です。出版社は集英社です。